喋っていいのかな。喋っていいですよね、もうね。すいません、グダグダで始まりました。マーベラスライドオンタイム。イエーイ。いよいよ始まってしまいました。はい、よろしくお願いいたします。これですね、スタジオのコロナ対策について、検温の徹底、スタジオ内消毒、スタッフマスクの着用、トレイルオゾン出てます。素晴らしいです。ちゃんともいろいろやっていただいてありがとうございます。はい、ありがとうございます。なんか間違ってましたか？なんか笑ってましたけど大丈夫。もう本当にグダグダで始まりましたけどね。はい、マーベラスカオルです。渡辺智子です。よろしくお願いします。2人とも主婦です。はい、主婦です。キラーン、よろしくお願いします。本当の主婦です。はい、まずあのマーベラスのラジオの番組ということで今回3回目ですね、だそうですよ、うん、3回目で、まあ、あのこんなに早く登場する予定ではなかったんですが、まあ、うちの子たちがあれなもんで、急遽、主婦2人でお送りします。イエーイ。よろしくお願いします。お願いします。まず告知いきましょうかね、忘れないうちに。はい、告知、はい、はい、どうぞ。試合の告知ですね、2020年、今年、そうですそれ12月20日愛知県刈谷市アイオーホールから、アイオーホールで12時半から試合があります。はい、皆さんお待ち、待っててくださいね、うん、はい、チケット販売中、うん、で12月24日木曜日、上野恩賜公園野外ステージ、いつもアッセンブルがやってるところなんですけれども、長与千草バースデー&クリスマスライブ2020、開始が5時、17時ですね。多分寒いと思うので行かれる方はあのなんか暖かい格好と毛布でもあったらいいのかな。毛布って言うの？何？寝袋とか。違う、寝袋。寝袋はいらないでしょ。さすがに。まあまあ暖かいけど、まあでも盛り上がるから暖かくなる。そうそう、暑くなりますよ。ね。そして販売中です。で12月28日新木場ストリーム最終戦です、年内。アンド響きバースデーって書いてある。うん。そうなんだ。28じゃん。25。あの人？あ、そうなんだって。19時スタート。チケット販売中です。なんでこっち参りますよ。2月、あ、2月じゃないよ。2021年、来年ですね。なんていうの？最終戦じゃなくて、開幕戦？はい。開幕戦？これいいんじゃないですか。うん、1月12日火曜日、火曜日、新規はファーストリング、火曜日なんだね、19時から、うん、1月29日も同じく新規はファーストリングで、19時から、うん、で1月31日アセンブル、うん、上野恩賜公園野外ステージですね、14時試合開始です。日曜日なんだね、日曜日やから14時からですね、うんうん、こんな感じです。なるほど、こんな感じでズームにしていただいてありがとうございます。ありがとうございました。まだ3分しか経ってないですね。うっそ、これ持ちますか。持たせましょう。持たせます。これズームから切り替わんないけど。お姉さんいなくなっちゃったけど、ずっとズーム。ああ、なんだよかったよかった。謝ってる。大丈夫、全然大丈夫。どうしますか、何やりますか。質問とかあったんで、質問に答えていきますか。ちゃいます。もうやだ、ちょっとやめて。ちょっと志保さん取れちゃったよ。これがダメだよね。大丈夫です、大丈夫です。ちょっと貼ろっか。いいよいいよ。こんな感じです。じゃあなんかちょっと質問いっぱい来てたので、こんな感じでいいの。あと何か言ってくださいってことありましたっけ。いや、あの告知を、とにかく告知をっていうことだけだったけど、今4分しか経ってないね。不安。何かありましたよね、質問が。あ、質問をね、受け付けたんですよ。受け付けたっていうか、あの募集したんです。でちょっとね、何個かあったので、質問に、ちょっと全部は無理なんですけど、
なんかね、全部無理。もものみおが質問してきて、もものみおのこと好きですかって、却下。そういう質問は省かせていただきます。却下。じゃあ1個目からいきますか。はい、どうぞ。何？長谷千草さんの弱点は何ですか。弱点、情報じゃない。情報多いの。あだと思う。なんかかっこいい。弱点って何です かって言われたら、なんか高いところとか。あーそういうことか。なんかかっこいいですもん。私はゴキブリだな。父ちゃんはいいよ。長谷さんでしょ。なんか情報に脆いと思う。うん、あそれはわかる。でもで、私いつも思ってたんだけど、長谷さんのところには誤解を恐れずに言うなら、ね、弱った人が集まってくる。あなんかこう頼りたくなるんだろうね、きっと。でなんか引き寄せちゃうっていうか、はい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 、猫ちゃん犬ちゃんもそうなんだけど、うんうん、確かに寄ってきちゃうっていうか、よく猫拾ってるじゃん、はいはいはい、そういうのも多分。あ本当ですよね、うん、そういうのもねあるんだと思う。うーん、助けてくれるじゃないやっぱり。だからね、長谷さんのところに猫だったり、まあ、保護するワンちゃんだったりっていうのがねすごく寄ってくるのと、そういうものを持ってる人とか、それが弱点じゃないのかな。なんか、うん、でもとにかく情に物、情に訴えるとこうすぐって感じ。なるほどね。だからって情に訴えてはいけません。じゃあ2個目いきますよ。はい、どうぞ。また長谷さんのあれです。長谷さんの癖って何ですか。はい、癖はねこういうの。ああやるそれ。これね、なんでこうやってやってるかって、もうずいぶん私付き合い長いからずっと見てるの分かるんだけど、ねうろうろしながらこうやって。考え事してるとき。ちなみにカオルさんも耳たぶ触るんですか。そうです。私も耳たぶ。ずっと耳たぶ触ってずっと耳たぶ触ってこれね、本当にね、ちっちゃい時からの癖なの。お父さんと一緒に寝た時にお父さんの耳たぶ触りながら寝てて、それからずっと、もうこの耳たぶ人の触るのはちょっと分かる。バット吉永がそうでした。人の耳たぶずっと触ってました。ああ、本当。あとあの人もそうです。南原さんもそうです。南原さん、うっちゃんなんちゃんの南原さんが本当よく一緒に飲んでたんですけど、人のと人の耳たぶずっと触ってるんです。へえ。私は子供の頃ずっと人のお父さんの耳たぶ触ってて、それがいつしか自分になって、もうずっと自分の耳たぶ。腐ってるってよく言われるんだけど見ないで今度見てみてください。今度見せてもらってください。やめて。え、じゃあ次いきますよ、はい、メンタルを強くする方法を教えてください、っていうのもあるし、メンタル強いですかっていう。私メンタル強いんだよね、うん、私強くないな、うん、私はね自分で分かんないけど、なんかもう潰れてないからまだ、とりあえず、いろんなこといろんな経験してるけど、だから強い。あ、まあでも周りの人のおかげっていうのもあるけど、でも強いんだと思う。だけどそれをどうやってメンタル強くしていいかっていうのは分かりません。分からない、うん、なんか食べて強くなるんだったらですけどね。ねえ、ほんとそう思う。肉食べて、ね、なんかさ、コメントとかでもさ、いちいち傷つく人いるじゃん。あそれがね分かんない。あ、でも私もいっぱいいろんな、本当にもうここでは言えないようなコメントいっぱいもらってきて、それで傷ついてきたけど、ある時ね変わったんだよね。あ、この人と知り合いじゃなくてよかったとか、こういうこと言う人、私もそういうのではあんま気にならないな、こういうこと言う人に応援されなくてよかったとか、そういう風に裏に返してみると、何にも思わなくて、強い、だと思う。強くなったね。強くなったよ。カオルさんから見て、トモコさんはどんな方でいらっしゃいますか。トモちゃんはね、料理が上手、とにかく、うん、料理好き。あとはね、人の面倒見がとってもいい。いや、そんなことないと思うんですよ。え、私の面倒見いいじゃん、うん、あ、そうですね。面倒は見てます。
ね。私の面倒よく見てくれる。そうですかね、うん。ありがとうございます。で、以上でいいですか。もうないですか。嘘でしょ。だって楽しいよ、一緒にいると。確かにね、楽しいですよね。うん、で、頼りがいもあるし。もう、うん、やった。嬉しい。なんかさ、こうやって。二人ともメガネなんだね。なんかメガネだね今日。まあ本当ですね。私は老眼ですよ。ああ。と私は老眼じゃないよ。後輩レスラーを指導するとき気をつけていることは何ですか？はい、私ばっかり喋ってるけど。いいんですいいです。私ばっかり答えてる。いいのいいのいいの。なんで？いいんですよ。とにかく基本に忠実であるってこと。うんうん、カオルさんも教えるのがすごい上手ですよね。私ね好きなんです。ね、私は教えることができないので、だからあのまだ練習生が練習してて、うん、急に泣いた時あったじゃないですか、うん、なんかわかんないけど、うんうんうん、その時にやっぱそこで泣かすのもいいんだけど、うん、そこでちょっと笑い取っとこうかなみたいなところがあります、うん、私は、まあ、このまま泣いて嫌な気持ちのまま練習終わっちゃったらかわいそうだからなと。なんかねもうね今この年になっちゃうと若いじゃんみんな、うん、教えようとしている子たちがなんかね、感情がね変わってくるんだよね、だんだ ん、 もうね頑張れ頑張れになっちゃう。うん、わかります。怒れないし、子供って言ってもおかしくないですもんね、うん、全く。だからもう、ここ最近ずっと怒ってないんだよね、下の子に。うん、私はね、うん、怒ったことあんまないかも。ただ怖いらしくて、あ、私がこう普通の顔で笑いもせず道場に入っていくと絶対なんか怒ってるって思うらしい。これそうそう、この間のそうこの間でちょっとごめん話があるからみんな集まってくれるって言ってめっちゃみんな集まってそこに私が登場したら、いや怒ってないよって言ったら、ああっていう子は何人かいた。ああ絶対怒られると思ったって言って、怒られるようなことしてんのあんたたちっていう。だから、ね、基本にその忠実であるってこと、まあ、やっぱり受け身ってさ大事じゃん、はい、だからその受け身だけは本当に何度も体に叩き込むようにしてるっていうかな、うん、そうですね、うん、それ大事ですよね。大事だと思う、本当に受け身、うん、とにかく攻撃の形が汚いとか危ないとかはどうでもいい、とにかく受け身、受け、そうですね、うん、それは意識してやってるかな、うん、はい、はい、得意なお料理は何ですか？ありません。ゆで卵ね、ゆで卵もできるようになりました。あのねこれねずっと言われるんだけど、この間ひろたにも言われたんだね。また私ゆで卵を作るのにガンヤの頃ってゆで卵の昼食だったわけ、はい、ゆで卵の白身を10個1人10個食べなさいっていう昼食があって、うん、でお塩は使っちゃいけません、はい、なるべくそのままで、ダメな人は醤油をかけてっていうのでみんな食べてて、ゆで卵を作り慣れてたから、で私はゆで卵を多分ねお家で作ろうと思ったら何分ゆでればいいか分かんなかったの。でね携帯で検索するっていうレベルじゃないわけ、レベルじゃないな、その時代じゃない、時代がね、うん、まだだから道場に電話して、ごめんゆで卵って何分ゆでるのっていうのを聞いたのはね一期生の誰かなの。だから里村長島とかそういうの年代なのに広田が知ってるんだよね。ってことはね、ねえ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 薫いるじゃんっていう話、ゆで卵つけなかったんだよみたいな絶対言ってんだって。基本先輩陰で先輩言うときはさ指してじゃん、みんなそう絶対言ってない、言ってるね、絶対言ってる。だからそれですごく噂が広まって、別に言ってた方じゃないよ。よかった。ともちゃん何よかったです。得意料理は、まあ、これと言ってると私はないです。だって何でも得意なんだもん。私なんか家 の食べるものを粗末にするのが嫌いなので、うんうん、残ってるもので週末は必ず残ってるもので冷蔵庫掃除するためにご飯作ってあります。貧乏なんです、ただの貧乏です。そういうことじゃないでしょ。ちょっと豆腐なんかはやべ、もう賞味期限2週間ぐらい過ぎてるって言った場合は、うん、もう旦那に出しちゃいます。美味しい美味しいって食べるんで、ね、そうか、まあ、そんなもん
今の私介護のお仕事してるんですよ今プロレス自粛になってお仕事をやっちゃいけないって国からこう工業やっちゃいけないよって言われてる期間があって、うん、そういう時って暇じゃないですか、ね、暇でやったわけじゃないんだけどそうお仕事しないとその入ってくるものも入ってこないから、うん、で自分に何ができるかなと思った時に、まあ、ずっと父親の介護をもう5年やってるのでその介護しかないなと思ってうちに来てくれてるケアマネさんの会社にできませんかって聞いたらもうぜひやってくれ5年間の実績があるから、うん、ヘルパーの資格も持ってたから、うん、それで介護のお仕事するようになったんだけどそこでね夕飯作りっていうのがある、うん、その支援をするのに、うん、で私なんてさ何にもできないからそうねお宅にあるやつ で,、うんうんでまあ、朝食作りっていうのもあるんだけど夕飯の方が荷が重いというかだからね本当にねあるものでできるようにっていうので多分前回行った時にじゃがいもがあったなっていうのを覚えてて、うちの母親に「じゃがいもがある時はどうしたらいい?」って言ってそれを聞いてメモしてそのお宅に行って夕飯作ってかわいいねすごいですすごい努力してるだからねもうちょっとこれを続ければあるものでできるようになるかなっていう。すごい努力してる。そんな、うん、でもそんな料理作るやつもあるんですね。あるんですよ。支援があって。そうなんだ。そういうのやってますよ。なるほどね。だからもうちょっと待ってください。得意料理もうちょっと待ってください。もうちょっと待ってください。ともこさんはワンちゃんか猫ちゃん飼ってますか？今は飼ってません。でも家はペット家です。なぜか飼えばいいのに。そうそう、犬死んじゃったのがちょっと忘れられなくて。私もね、先代の、アメリカンショートヘアが亡くなった時は、うん、本当に立ち直らなくて、ね、うん、好きな食べ物は何ですか？チョコレート。ウニと肉ウニ肉ウニ肉ウニ肉。タッグを組んでみたい選手っていますか？組んでみたい選手考えたことない。だから質問受けた時点で考えとけよって話じゃん。そうなんだね。でもタッグを組んでみたい選手よりもその前にもう試合がしたいですよね、やっぱね。そうだね。そう今簡単にできなくなっちゃったんで、うん、じゃあ次いく、はい、これまでの対戦相手の中でこいつは二度と対戦したくないと思った選手はいますか？理由も。いるかな。いるな。いる。誰？下田美馬選手、三田悦子選手。ラスカ町でやってた時に、うん、デスマッチすごいやったんですよ、うん、で北海道で 3W タッグの防衛戦の時に私ここに下田選手に挟みされて70針ぐらい縫ってるんですよ。うわ。そんで次の日アジャコング選手とシングルマッチで、うん、その日縫ったんですよ、うんうん、80針ぐらい、うん、それを次の日にシングルマッチでアジャ様と当たって、うん、ここをゲーって踏まれて、うん、この縫ったところを取れちゃって、うん、また縫って。下田選手はちょっと与えたくないですと思ってました、その時は。今はもう本当に普通に話はできる先輩ですけどね。川さんないですか？私ないかな。あんまりいないかもね、こういう選手、こういう思いは。なんだ、思い当たらない、パッと出てこないから、うん、ないんだろうな。絞り出せば出てくるんだろうけど。プロレスラー人生の中で今だから言える後悔や失敗はありますか？私あるよ。私昔バットと組んでる時に、うん、バットは空手着の下を履いてて、うん、私は柔道着の下を履いて、うん、なんか普通にこれは共用の水で、うん、やつね、極悪メイクで、うんうん、で北斗さんとシングルマッチだったんです、うん、その時にコーナー一番上のコーナー登って、うん、行くぞって言った瞬間にこの履いてる道着がズルッと落ちちゃって、うん、コントみたい。
そうなんですよ、ずるっと落ちたまんま飛んじゃったんですよ、もうこれは止まっちゃいけないと思って、しかもなんかここ紐とか入れてなかったんで、うん、競泳用の水着と普通のパンツみたいなっていうのがありますね。油断したな、それを入れなきゃ、紐を入れてた、入れ、あ、下のやつを入れてなかったんで、それは後悔、失敗だな。なんかあるかな、でも後悔はないですよね、きっと。後悔はない、ね、後悔はないと思う、うん、後悔はないけど、失敗で、あのタイで試合したときに、入場してってシングルマッチだったんだけど、入場してって階段登ろうとしたらこけちゃったの、怖い、うん、それでね、お客さんがねドットバいたって、おーで、控え室で、先輩選手がすごいがいたけど前田何やったのっていう、まだ前田薫だったからね、その当時こけたんですっていう、うん、で控え室で大笑いされたそれが一番ウケたの失敗よね、失敗、そう、失敗、なるほど、うん、いろいろある、失敗はたくさんあると思う、あんまり思い出せない。プロレスラーとして体力的にピークだと感じた年齢は何歳頃ですか。今じゃないことだけは確かだな、うん、でもいくつっていうのは分かんない。でもピークだなって感じた時はもうやめる時じゃないですか。うん、そうなの、じゃあもうやめなきゃそこまでピークじゃないですよね。うん、考えたことないな、うん、考えたことない。今あんたピークなんだからっていう、ピークの年代なんだからねっていうのはないんじゃない、うん、そういう人に言うと違うからね、うん、お互いに尊敬していること、ちょっとここは違うなと思うことあったら教えてください。だから私はさっき言った河原さんは、あの新人の子に練習を教えることができるっていうのがすごいなと思います。尊敬してます。そこ私いつもぼーっと見てるだけなんで、いいって私にはできないし、すごいな、ありがとうございます。すごいです、すごいです、100点です、うん、ありがとうございます。私にも答えさせてくれない。あ、どうぞ。私はね、本当に料理が上手なところ、それしかないね。本当ですか、本当なんか。だって上手なの、本当にあるもので作れるっていうのは本当に天才だなと思う。原さん、お母さん、おからパウダー買って何か作りました。おからパウダーで、一回あれ作ったよ、ハンバーグ。あー、つなぎにおからパウダー使ったってことですか、うんうんうん、素晴らしい、やってた。でね、三温糖にした、うち。ああ、三温糖、茶色いお砂糖はいいですからね、うん、三温糖美味しい。それで、今日ね、いちごをね、いちごのパックを2つ買ってきちゃった、間違えて、あら2つも買ってきちゃったなんて言いながら、じゃあ1個食べよっかって言って、お父さんに食べさせるときに、お父さんってあの、ね、砂糖がかかってたやつ嫌なの、だからちょっと大きかったから切って、お砂糖をかけまぶして食べさせてるときに、私もちょっとつまんだの。だからね、これ三温糖って癖ない？うちは三温糖あんま使わないんで、今三温糖って一番いいんだけど、うん、今うちは糖質制限やってるんで、あのそっか、三温糖みたいな色んなやつ、ラカントみたいな、うん、そっか、そう、三温糖高いですもんね、ちょっとね、そう、そう、ちょっと20-30円、砂糖きびっぽい感じの癖はあるかもしれない。あ、それだ、うん、きっと砂糖きびとか黒糖っぽいような、うん、なんか癖があるから、そのね、癖のあるやつだった。あ、だから、あの砂糖をかけるんだったら白い方がいいなと、いちごにかけるんだったら、ね、白いのは体に悪いって言いますからね、分かんないけど、そうなんだよな。あ、でも懐かしい、いちごに砂糖かけて食べてましたよね、うん、だからうちの父親はね、必ずそれなの、いまだに食べてた、それで、スイカには塩、うん、塩やってた、絶対そうなの、いまだに。もう練乳なんかじゃなかったもん、練乳はね、うち食べられないからね、うん、嫌いだから。同じ世代、体力維持が素晴らしいです、筋トレは必要ですよね。そうですね、うん、筋トレは必要です、筋トレは必要だけど、あの無理しない程度でいいと思います。そうそう、ほどほどに、本当に。お二人ともとっても美しいですが、お手入れとかどうされてますか。かー、声がでかくなったね、はい、お二人ともとっても美しいって書いてあったんでありがとうございます。ただまあ、汗をかいてるってことと、使ってる化粧水、
化粧水と保湿、うん、まあ別に普通のものですね。だからこれといってはしてないけど、まあ汗は人よりはかくかなって感じかな。そうだね、やっぱ汗をかくことが大事ですよね、うん、老廃物を出す。私はちなみに今日の朝ヒゲ剃ってきました。あ、だから綺麗なんだ。いつもより綺麗だもん。ヒゲとあと顎にたまに黒いヒゲ生えてるんだよ。剃りますよ。え、絶対するでしょ、みんな言わないだけで。ヒゲ剃りますよね。ヒゲは剃るよ。ヒゲは剃るっていうか顔を剃るっていうの。うん、ビビビビビってそれで一緒に。あ、本当ですか。ビビビビビって。ヒゲ剃った。うん、先日の名古屋さんのお誕生日会、とても感動しました。あ、私も感動しました。いや、よかった。お誕生日会の裏話とかありますか？もう大変だったんだよ、やる前にね。もうね、あのね、わかんないのよ。そう、わかんないの、ね、言ってる意味がわかんない。ズームでやったんだけど、みんなでね、うん、でこう LINE でその前にやり取りして、まあ、グループ LINE っていうのがあって、選手間のそれでこうやり取りして、ここをこうしてこうしてって、もう何のことと思いながら、そんでその本番前に、いや、ちょっとみんなで打ち合わせしましょうって、うん、ズームでやったけど、うん、これの時はミュートにしてとか、ミュートって何、ミュートって何みたいなどこにあんの、そんなのみたいな画面を押してくださいみたいなね、うん、そんなの。そして左下にあります、そうそう、右下になんかないですかって言うから、いや、そんなのないけど。私も一番初め音が聞こえなくて、 iPhone はあるんですみたいなさ。そう、みんな iPhone なんですよ。私とカオルさんだけ Android。 これはもう絶対、これ絶対だからねえよっつって iPhone でしょみんなってみんなシーンってなっちゃってね。私 Android だから。そんなのねえし。そういうのありましたね。でもすごい良かったですよね。なんかもうね、みんなが頑張って頑張って考えてくれて、みんなが企画してくれてというか、考えてくれて、いや、もう一瞬で、あのお母さんの顔映った時に、一瞬で子供の声、号泣、号泣、子供の顔になって、もう長谷さんも長谷さんね、なんかあのカメラに寄ってた時の顔がもう、そう、私もう必死のね、あのお母さんが今でも全然泣ける。本当に泣ける。あれ本当に良かった。あれは良かった。楽しかったです。プロレスラーの動き続ける体力はものすごいと思います。実際どのくらいすごいのか教えてください。どうやって教えればいいの。難しいこと言うね、これ、うん、どうやって教えればいいの。続ける体力はものすごいと思います。確かにすごい。どのくらい練習じゃない。そうですね、練習、うん、練習、練習、うん。カオル選手と渡辺選手はどちらが長く現役を続けられそうですか。うん、分かりません。分かりません、はい。プロレスを始めたきっかけは何ですか。一番初めにこういう質問が良かったですね。そうだね、何にも考えないでやっちゃったからね。プロレスさん何ですか。私はね、本当に長与千草に憧れてる、うん、あの高校時代にアルバイトをして、当時まだ貴重だったビデオデッキを購入したんですよ、うん、自分で。うちはあのそんな裕福じゃないから、うん、親も持ってなくて、ビデオデッキを買って、で高校のお友達に、まあ、見るもんないじゃない、うん、とにかく買ったばっかりだから、うん、なんかないって聞いたら、あのプロレスのビデオを貸してくれる友達が、それを見て、あの、まあ、クラッシュギャルズの特集みたいな、テレビでやったやつを撮ってるっていう、それを見て、長谷千草に憧れて、血だらけで戦う姿が本当にかっこよくて、ね、本当ですよね。なんかそれを見て憧れたかな。で、まあ、目指してみようかなと思って。はい、私も一緒ですね。一緒？そして次世代は本当に多い、長谷千草に憧れて、クラッシュに憧れて。でも普通はみんな小学校1年生の時に女子プロ見ましたとか、うん、小学校6年生からずっと見てて憧れでとかって言いますけど、うん、中3の終わり学期だったんですよ、で中学あんま行ってなくって、うん、その時に千葉にマリンピアっていう、あのいわゆるなんつうの、ショッピングモールみたいなのがあって、うん、そこにちょっと、まあ、いろんなお友達、いろんな中学校のお友達、学校に行ってない友達が集まる場所があって、うん、そこになんか階段の踊り場なんですよ。そこにポスターが貼ってあって、うんうん、そうやって見てた時に、なんで女の人がこう水着を着て写真写ってんだろうとか、うん、顔にメイクしてなんか金髪でとか、うん、って思って初めて見たのがそのポスターで、それが女子プロレスで、うん、ほんで見に行って、
クラッシュにハマって、うん、奈良さんにハマって、うん、そうですね、私も一緒ですね、それでね、うん、そうそう、みんなそうですよね、大変大事件ですよ。何？質問が終わってしまう。あ、今、ある、あ、まだある、ね、まだある。私のブログにコメントいただいたんですよ。うん、質問？岸さん、おはようございます。うん、今でも仲のいい選手は誰ですか？放送事故だ、放送事故。仲のいい選手、もちろん薫選手は家近いし、うん、でどっか行くのも車で迎えに行ったりとかしてるし、うん、あれだけど、やっぱ私はまだ同期も現役でいたりとかするので、うん、でもこの間クレダイヤーさんと初めて喋りましたよ、うん、いやちゃんと初めて喋って、ガミさんもちょっと前に初めて話して、やっぱうちらの世代すごい仲悪かったんで、うん、あの対抗戦、対抗戦のね、で、うん、会社から言われて、あいつがこうやって言ってたぞみたいな感じで言われて、うん、みたいになって、うん、お互いそういう変なライバル心みたいなのがあったんで、で今31年目にしてやっと話するようになりましたね。まだあるよ。同期は誰がいますか？アジャコング、うん、現役はね、うん、そうだ、アジャ様だ、うん、私伊藤薫、うん、現役はね、うん、あとはまあそのやめちゃったけど、まあ、工藤メリー、あー工藤さん、うん、そうだ、そうですよね、懐かしい。またね、これ。今いいやと思って無視してたんだけど、お姉さんが教えてくれた。後ろ落ちてますよって、優しいね。怖かった先輩は、お世話になった先輩は、怖かった、みんな怖かったですよね、先輩。先輩はね、あの怖いもの、怖かった。怖いものだけど、あのお世話になった先輩、ね、お世話になった西脇さんかな。うん、懐かしい、西脇さん。近いところで言うと一つ上の先輩だと西脇さんだったり、まあ宇野さんじゃなくて北斗さんだったり、うん、うん、お世話になった、お世話になった先輩いるけどな、そんな感じかな。お世話した方が多いですね、先輩の、はい、そりゃそうだろうね、うん、犬も一緒に預かったんで、あ、犬もそうだったね、はい、犬にも敬語使ってたもんね。そうです、そうです。そんで十何匹集まった時があったんですよ。うん、うん、そんで、あの練習だから、じゃあみんな同じ部屋にちょっと入れとこうって言った時に言って、うん、練習から帰って寮上がってって部屋、そのワンコの部屋開けたら、うんうんうん、2組ぐらいカップルできちゃってて、やばいくっついちゃった、やばいっつって、生まれたら分かるじゃないですか、こいつとやっちゃったなみたいな。ああ、まあ怒られなかったよ昔は。そう、巡業にもワンちゃん連れてきてたから、でしかも1人1匹じゃないですもんね。そう、そうなんです。だから朝お散歩連れてったりね、しました、しました、してた。可愛かったのね。さっきね、話してたベストバウトはっていう質問があったんですけど、ベストバウトは何でしたっけ？自分で決めるものじゃない。自分で決めるものじゃない。お客様が決めるもの。そうです、見ている方が決めるもの。バーイ長いちぐさ、かっこいい。パクっちゃいました、ね、すいません。かっこいいって言ってさっき、今ね、さっきこれだよ、さっきの質問と同じなんだよね。で、どうですか最近。最近、最近はもう本当に外に出ない、怖くて。あ、確かに私も電車乗るのが怖いです。そう、本当に怖い。だから、まあ、支援してるお宅、うん、とお家と、あと買い物、近所のスーパーに買い物ぐらいじゃない。なるべく触りたくないですもんね。触りたくない。どこにどういう風になるか分かんないから。今度こっちが、もう、しもさん、ちゃんと割ってくれないと。どうする？あの、何か話してください。え？猫の話しかないんだ、私。あ、猫の話しちゃうと時間過ぎちゃうんだよ。あ、嘘、マジ？ちょっと私の、見てください、見てあげてください。愛しの猫ちゃん、うちのユッキー、
いつの雪見て、かわいい雪見て、かわいいのかな、見えるかな、あらら寝た雪、あのなんかね、あれの買わないですか、寝てるやつ、何半目のやつ私の好きな写真え、こんな話してていいの、半目開けちゃってるやつ、ね、どこにあるのかな、もうね、ゆきちしかいないの、この中にはともちゃんの好きなやつちょっと繋いでて探すから、半目開けてるね、ツイッターとかブログで載ってたやつかな、あ、これだね、半目のやつ、あ、そう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 これ寝てるんですよね、これ寝てるのね、すごいよね、すごいでしょ、ズームしてもらっていいですか、見て、かわいい、これ爆睡してるんです、ありがとうございます、爆睡してるんですよ、爆睡してて半目開けちゃってるっていうのがすごいですよね、鼻水も垂らすんですよね、あのね、鼻炎持ちだから、うちの子はね慢性腎不全なんですよ、うん、だから3日おきに私があの病院からもらってるあの点滴をしてあげる、うん、私がね、で、まあ、鼻炎ぐらい、この腎不全だから、かわいそうだから、ご飯もね、決まったものしか食べられないし、おやつも本当にチュールの腎臓病の、こう、用みたいなやつをしかあげられないから、うん、なんとかね、この腎不全で頑張ってるから、鼻炎だけでも治してあげたいんだけど、ダメなんだよね。どこの病院行って、その抗生物質っていうのをもらって飲ませたとしても治らないし、そのお薬のせいで下痢をしてしまうっていう悪循環があるから、結構そういう猫ちゃんって多いんですよね、なんかね言ってましたよね、これね、多いですね、そういう人とかみんなでなんかねコミュニティ作ってなんかね、インスタグラムでそのブリティッシュでちょっと高齢なんだけど、うん、あの鼻炎ですっていう人からメッセージいただいて、うん、まあ、フォローし合ったんだけど、うん、そういう人たちとこうどうしてしたらいいかねっていうのはあのちょっとずつだけど、うん、話はしてる、うん、やっぱね鼻炎で、あの犬種ってこう、あ、犬種じゃないやあの猫の種類って鼻がペチャンってなってるから、うん、そういう子たちってやっぱ鼻炎になりやすいんだ、へえ、鼻水垂らしてね、くしゃみして、季節によってまた違ったりとかする、うん、冬はねひどいの、かわいそう、夏はねまだいいんだけど、うん、冬はやっぱりねこの季節は、ね、かわいくしゃみ10連発ぐらいして顔中に鼻水だらけになって、ねねねね、ほんとかわいいよあと、ね、うちのねベランダの窓とか壁とかタンスとか諭吉の鼻水だらけだ、あらららら飛ばす飛ばすみたいな飛ばすで油断してると踏んだりとかしちゃって、うん、靴下とか足裏がもうほんとベタベタになる、でもねとってもかわいい、かわいそうだな、でもなんかな、4歳でうちに来たからね、もうすぐうちに来た記念日、1年まだ1年なんですね、うん、まだ1年、猫な、豊田真奈美さん家に遊びに行った時に、うん、じゃあみんなでご飯食べようって言った時に、あの前に飼ってた猫に必ずシャーって言われてましたシャーなんだろうね、あのね猫が好む人とあの嫌われる人っているらしくて、うちのね母は嫌われてるのよ、なぜかっていうと声がでかいから、あ、大きいし、なんだろうね、ちょっかい出してくるっていうか、ほっといてくれないっていうか、あの人も猫大好きだから、うちの旦那は猫アレルギーなのに一番ユキチに懐かれてる、懐かれてる、大好きユキチが、へえ、アレルギーなのに、うん、ゴロゴロ治るんじゃないですか、でもいずれ、あのね一回治りかけたんだけど転勤してっちゃったじゃない、あ、そうですね、でこの間6ヶ月ぶりに久しぶりに会った時に復活してた、だけどごめん抑えといてっつって抑えさせて私点滴するっていう本人がくしゃみしたかったみたいな。かわいい。ね。ね。猫の話はずっとできるけど。話尽きちゃう。でも残りあと10分ですよ。50分。残りあと10分。みんな若い子たちはどんな話してたんですかね。
なんか紹介してくれたんでしょ、私たち。ああ、言ってましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがたいです。なんかそうやってこう楽しいんだろうね、こういうのもね。あ、そうでしょうね。キッキッキしてこう、じゃあこれやろうよ、あれやろうよっていう、うん、なんかこう、こう 見えるラジオじゃないですか、うん、こうやって見てくれてる人のこうその時のコメントを見ながら、ね、2時間ぐらいの3時間でもできそうに、それがないからね10分残っちゃったよねどうする、どうしようかな。お腹が鳴りそうだ。山手線ゲームでもやる古いな、言うこと古い超古い。なんかないですかね。なんかなんかありますか、なんかありますかって聞いたって、どうするんですか、これツイッターとかで来るんですか。だってマベラジ、そうそう、マベラジで募集したけど1個もなんだよ。あと9分あるよ、なんか質問あればお願い、助けて誰かの話題でも、3期生の話でもするじゃん。しますか、うん、3期生、響き、みこと、マリア、メイ、うん、ねえ、メイと話したことある？ありますよ。そうですか。話通じる？あんまり通じないですね。だよね、うん、私あのメイとみこととっていうコンビが、うん、あの千女さんに、うん、参戦する時に多かったのね、うん、でもみことが来たり、うん、メイが来たり、うん、まあ2人で来たりっていうのがあって、まあ、移動とかするんだけど話が通じない子供だから本当に。で特にメイだけど、うん、話が通じない。まあみこともそうだけど、で、この間初めて響とマリアと一緒に参戦したことがあって、千女さんに。その時に控え室とかでいろいろ話してたら、まあ大人だね。私その話してて普通に会話ができるから、お前ら大人だなって言ったもん、うん、全然違うかもしれないですね。でもみこともまだマシになったんじゃないですか。みこまだマシだね、うん、電話しましょうみことに電話してるでしょこれ。仕事してんじゃないの、オンラインとかやってない。え、やってますよ。やってんじゃないオンライン、オンライン携帯でやってるからさ大変じゃない。あとね8分しかないんですよ。何やってんの。あ、出た。もしもし、何してん、何やってんの。あ、特に何も。あ、この子のと一緒にいました。え、お、ちょっとどういうことだよ、見てないのかよ。この、な、もしもし、な、鳥、お疲れ様です。星、アズーリ、聞いてないってこと。あ、すいません、あの、聞いてなかったです。目覚めんなよ、お前。違う、すいません、違う、違う、すいません、違うって。違う、何が違うんだよ。言い訳はございます。って言ってごらん。言い訳っていうなんだよ。お仕事してまして。何のお仕事。あの、ガンテンの。え、あの、オンラインにもしてまして。今もオンラインだよね。あ、今、今日、自分オンライン出てます。これから。あ、はい、まだ、今、あと5分休憩です、今。あ、じゃあ頑張ってねちょうど5分休憩に出ました。ありがとうございます。ありがとう、じゃあね切るみんなオンラインやってるかもしれないね。そうなの、オンラインやってんのよ。だから時間的に、だから長谷さんに電話したって出ないよきっと。オンラインの邪魔だよ。そうですよね。だってさ携帯でやってるからさ、オンラインも上に着信とか出ちゃう。私オンラインしてる時に夫から LINE が来たりとかしてて、はいはい、うるせえと思って見てたそんで一個ラムオンライン終わって休憩の時間あるでしょ。その時に急いで LINE して、もうオンラインやってるから邪魔しないでってピコンピコンうるさいんだけど。知らないな、オンラインのやつあんまりやんな。もう 4、5回しかやってなかったかもしれない、うん、やっぱ時間的になんか難しかったりとか。そうなんだよね。操作が分かる、ね、携帯が古いからね。あ、
や話してんのに携帯熱持ったから切りますみたいに出るんですよ。勝手ってもうでこう保冷剤当ててやってたけど結局ダメだった。申し訳ないからちょっとあれですけど。さあ残り5分次誰に出ます？怒られたらやだもん、ね、中田さんやだ、ね、オンラインやってるかもしれないじゃないですか。怖いじゃん。誰か電話できる人探しとけばよかったですね。そうだね、テレビ電話とかでね。プロレスラーじゃなくてもいいもんね、うん、あと5分しかないんですよ。なんかないの言っときたいこと。5分しかって5分もあるよ。でもよく頑張った。本当だよ、45分だよ。何喋ってたんだろう、あんまり記憶にない。うん、質問に答えたりとかするぐらいですけど、私はもう今の時間だいたい毎日お酒飲んでるんで。私もう寝てるもんだって。早っ。起きるの早いですからね。そうでね、8時にはもう下が寝るから、下ってあの両親が寝るから、うんうん、もうベッドには入ってるの、うん、でうとうとしてる感じ、うん、だから最近ね、全然話それちゃうんだけど、うん、嵐いるじゃん、うん、嵐がもう年内で活動休止でしょ、うん、で私嵐好きでしょ、うん、とね9時からの番組だったり、うん、もうね年末にかけて特番特番特番なのよ。いやそうでしょうね。だから夜の11時まで起きてないとっていうのがあって、もうとにかくね、あのリズムが崩れてるっていうの、生活の。わかる。もう寝てる時間なんだけども、こんなになってなりながらテレビ頑張って見て、ね、年末に向けてあれですね、ちゃんと夜遅くまで起きていられるように。そうなのよ。昼寝すればいいんですか？昼寝ができないんだよ、うん、私いつでもどこでも寝れますよ。いやできないの私、昼寝で起きて夜寝るまではもうずっと起きてる、はあ、嵐にハマってるってのはすごいですよね。急にね、活動休止しますって言ってからハマったから。最近じゃないですか？最近最近だから本当に去年1年ちょっとじゃない、ハマって。なんか大野くんのなんか見に行ったりとかしてます、ね、大野くんのフリースタイル見に行った、あの展覧会。ジャニーズはあのタヌキン鳥を泊まりですね。あ、タヌキンも好きだった。マッチが好きだった。私もマッチ。マッチの匂いのするあれ知ってます？香水ペン。知らない。そんな匂いあるんですよ、こうマッチの匂い信じてこうやってつけて。子供騙しでしょ。そうでしょうね、うん、本当の匂いじゃないですかね。私あのスニーカーブルースって映画やったでしょ。あ、見に行った。あれを見に行った時にちょっとね早めに着いちゃったの、はい、あの映画館に、はい、で掃除してるおじさんがいて掃除を手伝ってあげたの、はい、えらい。中学校の時に。そしたらあの入っていいよって言って入れてくれたの。へえー、すごい。でただで見て2回見た。すげえ。それすごい。すごい。昔はそうだった。そういう掃除をお手伝いしてくれた子に何かやったぎょって言ってやってくれたんだ、うん、あーすごいな。ただで見せてくれた。あとはなマッチ。だからね、あの年末の、まあ、そのこの間のアラフェスも見たんだけど、うん、オンラインでね。で年末にもう一回やるんだってライブを、うん、でそれもねちょっとここの際だから見てみようかな。もうここまで好きで関わっちゃったから 生配信だって。配信をねちょっと見ようかなっていうふうには思ってます。じゃあ頑張って起きとかないとね。ダメですね、うん、しないな。泣いちゃうんだろうな。私は泣かないよ。本当に解散するんですか？解散はしない。欠場、なんですか？休止。休止。うん、欠場。休止。そっか。うん、あ、1分前です。番組終了1分前となってしまいました。すいません、こんなダラダラしたお話にお付き合いくださってありがとうございました。本当になんかね、東京も今日621。そう、新幹線車がね。そう、うん、なので皆さん本当にお気をつけて、私たちも気をつけて帰ります。はい、あの電車乗るときずっとこうやってボタンを押すときもこうやって、手洗いうがい。そう、本当にお家帰ったら手洗い、うん、うがいと、うん、マスクを必ずつけて、うんうん、皆さんつけてない人もいますからね、うん、お願いつけて。本当にコロナに気をつけて、うん、なんだっけ最後。あ、コロナに負けるな。アイラブマーベラス、マーベラスパッカン、パッカン。
時間残っちゃったね、これとかね、さよならー、まだ距離嘘でしょ、もうおしまい